い、ごちそうさまでございました。今日は生卵50個にジョージアショットブレイクコーヒーオレを混ぜて飲んでみました。で、牛乳のですね、こうなんとなくのその滑らかさが若干こうあるなというのが感じたのと、まあ、匂いはコーヒーの匂いがして、普通のコーヒーよりも若干こうなんて言いますか、コーヒー豆のいい意味で精製されてない、ちょっとこうコーヒー豆自体が残ってるようなですね、そういうこう硬いと言いますか、いい意味で精製されていないコーヒーの匂いがして、すごいこういい香りでしたね。まあ、いつもですね、この撮影をする前に鼻うがいをしてからですね、撮影をしてますんで、香りを楽しむことができました。で、生卵50個との相性はまあ悪くはないかなというところです。そんなに甘いジュースではないので、ものすごい飲みやすいかと言われればそうではないんですけれども、まあ基本的にサラサラしているジュースですんで、まあ、生卵10個もサラサラと飲むことができました。なのでぜひ皆さん、このジュースもお買い求めくださいと言っても、これもどこで買ったか覚えてないんですが、まあ、ジョージアって結構多分有名なあれですもんね、飲料メーカーさんなので、まあどっかに売られてると思いますので、ぜひお買い求めください。最近電気代がすごい上がってますね。まあ、僕のようなですね、手取り15万円の貧困弱者男性はですね、もう暖房というかエアコンなんてつけられませんよ。でも最近の電気毛布は結構性能が良くてですね、そんなにこう夜辛くないですね。日中はまあね、体を動かしてますから、そんなにこうそこまで寒さも感じませんし、夜もエアコンつけなくてもですね、まあ敷毛布というか、何でしたっけ、電気毛布があればそんなに辛くないですね。まあ、冷静に考えるとですよ、100年前の人類は電気毛布なんかなかったわけですから、まあ、電気毛布っていう存在があるだけでね、やっぱありがたいと思わないといけないかもしれませんね。まあ、樽を知ると言いますか、今あるものに感謝してですね、やっぱり人がイライラするっていうのは、自分の期待が満たされなかったからイライラするわけですよ。コンビニの店員さんにイライラするときは、コンビニの店員さんはもっと丁寧な接客をするべきだと勝手にこっちが思い込んでしまって、でそれを下回るこう、まあ、接客をされたからイライラしてるだけであって、最初からあんまり期待しなければいいんですね、良くも悪くも。なので冬は寒いのが当たり前だと、夏なんだから暑いのが当たり前だと、最初からこう割り切ってですね、そこまでこう期待しない、いい意味であんまり期待しないと、今あるものに感謝して生きていくと、ちょっとスピリチュアルな言い方になってしまいましたが、まあ、そういう心がけで生きていこうかなと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。